あの結局その世の中ってあの賢い人と頭の悪い人に分かれるんですよ。であの賢い人が周りにいると割と幸せになるのでなるべく周りに賢い人を置いて賢い人同士で話をする方がいいと思うんですよね。要はそのバカとか頭の悪い人が周りにいるとあの多数派がそれだとその行動自体を間違えたりするんですよね。 例えばそのバカコミュニティにいて、じゃあその子供をバカコミュニティに行くと、あの子供のうちからタバコ吸うの当たり前だよねとか、なぜか大麻持ってるやつがいて、子供のうちから大麻吸うのが当たり前だよねとか、まあ、アメリカそうなんですけど、<laughs> なんでそのアメリカであの、そのホームスクーリングがなんで多いかって話を前ちょっとしたかもしれないですけど、金持ちがホームスクーリングするのが多くて、金持ちの子供が学校に入れないっていうのがあったりするんですよ。 なぜっていうのがあるんでそんなやつらと付き合わせるぐらいだったら家で家庭教師は取った方が安全だよねっていうのがあったりするのであのバカコミュニティにいると子供が影響を受けるのでなのであの早めにあのバカのいない場所に移動した方がいいんじゃないでしょうか。